クレオパトラも毎日毎日食べて美容、美貌を支えていたというスープ。今日はエジプト発の王様のスープを作ります。さて何で作るんでしょう。輝く食、輝く私、輝く世界、未来食の大谷由美子です。さて材料です。最近はねなんかすっごい話題になってどこでも手に入るけど、最初はもう日本には全くなくて、エジプトの王家、王様しか食べられない特別な野菜、これがモロヘイヤなんですね。なんと今から作る王様のスープ、これはクレオパトラも毎日毎日食べて美容、美貌を支えていたというスープを今から作ります。でも作り方はとっても簡単です。まずモロヘイヤ、これ本当に普通の葉っぱに見えるんだけど、切っていくとどんどんこの細かくね、これ細かく細かくこれをね今から叩いていきます。トン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 と、トロトロの粘りが出てくる。まずはこのザクザクと、もうひたすらひたすら切ります。であんまりね軸の方は先端硬いけど、途中まではもう一緒に切っちゃって大丈夫なので、最初はまずザクザクと。であんまり下の方はねちょっと硬いからやめて、葉っぱがなくなったくらいからもうやめます。そうするとこんな感じで、でこれをまたひたすら刻む。植物の細胞と動物の細胞の違いっていうのがあって、植物の細胞には細胞壁っていう壁があるんですよ。で壁に守られているので、それが建築の構造みたいになってちゃんとピューンと立ったりしているわけだけど、壁の中に細胞がこう包まれていて、でその中に樹液というか、この植物のすごい植物自体を守る栄養成分がたっぷりと入っている。でこうやって切ることによって植物の細胞の壁が壊れる。そうすると中にある栄養、独特の植物、その植物植物が持っている大地から生み出した栄養がこうやってくる。植物っていうのはちょっとどちらかというと緩むエネルギー、冷やすエネルギーが強いんだけども、細かくすることによってエネルギーが入るの。この切るエネルギーによって、切って気合の気でエネルギーなので、切るとねエネルギーがどん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 生まれていくんですよね。なので植物の冷やす力を逆にもう少しがっちりしたエネルギーに変えていく、これが切るっていうこと。切ります、切ります、切ります。細かければ細かく深いほど美味しいので。モロヘイヤって食べたことある？あ、食べたことあります。ネバネバしてる。そう、おひたしとかでも美味しいけど、うん、本当はねこういう風にして毎日毎日エジプト王家の王様やクレオパトラもはじめみんなが永遠の命、あるいは美容、あとは精力、活力、まだただ切っただけだとあんまり普通の野菜と変わらない感じなんだけど、今見てて、これを煮るとね壊れた細胞の壁からトロ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 と、ちょっとやってみて。あ、はい、わかりました。お水を入れて準備します。エジプトに昆布ないんだけど、本当だからやっぱり ね、この旨味として、きっとね旨味とかなかったと思うので、でもちょっとだけ今日はねエジプトあたりにずっとこう熱帯地方から伝わったスパイス、これはスパイスは使おうと思っています、はい、日本人の旨味調味料昆布と、今日使う香辛料はねこのコリアンダーとニンニク、胡椒、この3つとこれと塩ですよね。これが混じるだけでもうバッチリな。どう？まだまだだ。もうちょっとですね。切って切って切って、はいはい、切ります。でどん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 ね、もう切れてない、切れてない、はい、今の萌実のだと切れて、本当だ、全然切れてないですね。これなくて、押したまんまだすんで、名前、はい、まな板切れちゃう、はい、だから、寸止めと言って、トン、トン、押してるけど押してないみたいな、こう下げる力と引く力を同時に使うんだよ。そしてちゃんと勢いよくやってるけど、まな板は削らない。勢いよくやってるけど、まな板は削らない。はい、ね、なんか私の場合、これが葉っぱだとすると、なんかここで終わってた感じがします。どこにもいってないじゃん。で、こう、これね、やってるとさ、ストレス解消にも良くない料理。料理ってね本当に自分の手の中で食材がどん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 こう変容していって、エネルギーが切ることで煮ることで塩と混ぜることでもうどんどんエネルギー高まってて、じゃあちょっと最後できて、はい、最後ね、今の寸止めやってみて。はい、寸止めやってみます。まだ力足んない。下ろすときは力抜いちゃう。あ、良くなった、音も良くなってきた。あ、なんかちょっと変わってる感じがします。そうそう、手の力が抜けて、何かができる時にね、音が美しかったり姿が美しかったり、見て美しいと美味しい料理になる。
ね、ほら見て見て、うん、ベタベタってなってきた。見てこれ。あ、ちょっとなんかこう粘りみたいなのが。そうそうそう、このこれがこの細胞の壁からどん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 この出てきた。だから今度ね、もうやるのは最後仕上げとしてもっと細かく。このすごい進んでるか進んでないか。さっきみたいにやってるとさすがにそうは言っても細かくなるよね。だから進んでるか進んでないかぐらいの。もう切ったら終わりみたいな料理なんで料理っていうと味付けだと思ってるけどね、実は切り方っていうのがすごく重要で、この切ってる間にすごいエネルギーが高まるんだよね、うん、進み方が全然違うの分かる。違います、うん、そしてこうやってほらネバネバが、うんね、でちょっと軸のとこも入ったりして、うんうん、フードプロセッサーでガッてやる方法もあるけど、やっぱりね、なんか野菜にしてみればイタタタみたいな感じがするんだよねこうやってあげると潔く切られて気持ちいいなみたいな。ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ。あ、本当だ。なんかもう全然違う。ほらほら。はい。こうね、なんかこういう感じで、うん、もう一つのエネルギー、うんうんうん、でこれをここに入れます。火もかけちゃう。お水ね、さっき入れたお水 600cc と昆布少し、うん、好みです。ユミコさんはエジプト行ったことあるんですか？あるある。でこれで煮ていくの。あとはね、お互いのネバネバでくっついていく。これをよく煮ます。エジプトの人はもうちょっと濃く飲んでたかもしれないけど、食べやすさとかエネルギー結構高いので、このくらいで、そうしたら中火にして、結構トロ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 、そうするとね、あのさらにそのさっき見えたトロトロが水と火とエネルギーでハモって、グワーってこう全体にトロンっていうような青いスープができます。これに塩入れるだけでも美味しいんだけど、やっぱね、エジプト発なのでエジプトの王様のスープに仕上げる。そしてクレオパトラ気分で楽しむ。あ、沸騰した。青いものはね、ちょっと蓋しないで煮る方がいいんですね。でこれくらいガーッと沸騰したら、もう全然色も変わってきたし、ほらほら沸騰しても全部が一体になってひっくり返って、これ煮立つというね、煮立った状態になったら中火にします。でこれコト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 煮てる間に味付けをします。胡椒、オリーブ油、あんまりオリーブ油強かったら半分の種油でもいいです。コリアンダー、ニンニク、独特の青い葉緑素の香りと、だんだんできていくとろみの中のネバネバトロトロのエネルギーがこう湯気とともにこっちにやってくる感じで、美容効果もありそう。このスチーム効果で、きっとね、エジプトの人はコレステロールを下げますとかねこの中にはムチンという素晴らしい免疫力高めるものが入ってますとかね、心臓を、ね、強化しますとか、あるいは血流良くしますなんてことを思ってないけど、なんかわからないけど昔からこれは素晴らしいエネルギーで、これを食べると素晴らしいっていう言い伝えのもとに、王家独り占めみたいな感じで、それがだんだん貴族階級ですね、全体に広まって、とうとうこんな全然縁もゆかりもなかった日本でモロヘイヤが夏になるともうダーッと出てくるっていうのがすごい面白いな。見て見て、色がこんなに綺麗。綺麗。葉緑素がすごい喜んでる感じしない、うん、なんかすっごい綺麗な、はい、柔らかい。この緑とも黄緑とも、うんうんうん、なんか言えない、この優しい色合い、この湧いてる泡とエネルギーと色と湯気、なんか見てるだけでも全然飽きないなっていうか、生きてるみたいなんだよね。生きてるかも。確かにトロトロ、あー、ほんといい感じ、はい、緑とこう汁が一体になって、トロ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 、透明なとろみを作っている。で今何も入れない味、でここに味をつけていきます。でいつもの黄金ルールしてますか？ニンニクを使うときはまず油ね、今日はあのちょっとエジプト気分でオリーブ油でもね、日本ではこうオリーブ油はね、たまに食べる方がいいので、まあ普段は菜種油。そしてここに半かけくらい、だいたい1かけね、ニンニクって今最近大きいんでちっちゃいのでしょ、私はだいたい1かけ 4g とか言ってるので、だいたい 2g くらいの、これちょっと多いかな、そうです、半かけってこんな感じかな、まあこれ好みだからね、入れて、それから火をつけます。ゆっくりで中火です。でこれで香りで、こうもうこれ少し温まってきたらコリアンダーも入れてしまって、よく、要するにニンニクとコリアンダーの香りのついた油を作って、中弱火くらいでゆっくり、焦がさない方がいいのでこの料理は。でそうすると油に香りがついて、ニンニク臭いですねって絶対言われないニンニク料理がこうやってできます。はい、そしたら入れます。でこれでね、フライパンにほとんど残っちゃうので、これ全部
この時またねハモリがあって美味しいんだよね。ね、ジュ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 ッ、ジュ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 ッ、こんな感じ。あーできた。でちょっと煮ながら塩味、胡椒と塩胡椒しますね。お刺身ね。もうあとは塩でこのぐーっと旨味が。もうちょっと。ちょっと入れます。そしてこう中火で、で胡椒で整える。あ、すごいブクブク。これね、あったかいのもちけど、うん、冷やして毎日ね、4、5日飲んでみるとなんか体調の変化感じるかも。あ、できた。あ、美味しそう。トロトロ。はい、出来上がりです。ね、なんか簡単でしょ。そしてコリアンダーっていうのは、あの香辛料なんだけど、あんまりこう辛くもなく何でもなく、ただね高貴な香りがするのよ。そしてなんか、ね、どっちかというと心を落ち着けたり沈めたり、体全体のバランスを取りながら、カレーの中にはコリアンダーがしっかり隠し味に入っているので、だから辛いだけじゃなくて香りがあるのね。コリアンダーをこう使う、だからなんか使ってないように見えるけど、すごい旨味とふわってこうふわって感じがするので、ちょっと味見てしよう考えて。さあ、ほら見て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 、うん、このトロトロ感。あ、いいですね。だこのトロトロが。美味しい。じゃあ君も。うん。ね、なんか、うん、なんか不思議なとろみが来るよね。うん、でも、はい、他のとろみと違って透明なんだよね。全然とろみなさそうに見えるんだけど。そうですね。なんかさらっとし見えますよね。さらっとしてるのに、うん、体中に染みていくようなとろみがあるので。うんうん、さあじゃあ盛り付けて食べよう。はい。できたっていう感じなんだけど、全部立体というより薄緑色のとろっとしたのと、そこにうまく絡んだ葉っぱの繊維がすごい体中を養ってくれるので、さあ試食タイムです。いつも私が今先に食べちゃってね、申し訳ない思います。よいしょ。はあ、下に茎と葉っぱと、なんか一口なんだけど何段階も口の中で遊んでる。すごい美味しそう。なんかさ止まんなくなっちゃうなんか、ね、食べたい私も。もうね、なんていうんだろう、本当に体が喜ぶものを食べると、本当は一回試食してやめようと思ってるんだけど、勝手に手が次のもすくってるみたいな感じになっちゃって、特にこれからね湿気とかいろんな意味で夏に向けて体がデトックス期に入る時に、このモロヘイヤスープで葉緑素の力でデトックスしながら、さらに体中のたまった LDL コレステロールとかそういうものを取ったり、ね、血流良くしたりする、これを食べながらその中に持ってる大きに伝わるパワーを入れる、それをスープで飲むっていうのがまたすごくいいのかもしれないなと思って、後でね君は、はい、私まだもうちょっと食べたい。なんか止まらなくなっちゃった。美味しそう本当。私も早く食べたい。ゆみこさんエジプトには何年前に行ったんですか。最初の時は27歳くらいの時かな。27歳。そう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 、若い。私よりもちょっと下ぐらいだ。そうそうそう。あ、エジプトにはね、キュウリのぬか漬けがありました。そう。エジプトのカイロの博物館にあるレストランに行ったら、キュウリの漬物があって、これこれ日本のと一緒じゃないって言って、はい、お店の人にこれで誰作るんですかって言ったら、お米のぬかと塩に漬けとくんですって、うん、キャーぬか漬けがあった。世界いいしね、一つの料理ってそんなにね、こう基本は一個なんだなって思ったその瞬間でした。今日は王様のクレオパトラも毎日食べていたという、日本ではね夏初夏からしか出てこないけど、エジプトはいつでもいつでもモロヘイヤが食べられる国なので、王様クレオパトラが独占して食べていたモロヘイヤのスープ、あなたもこれを飲んで夏のデトックス期、そして新たな体を創造する時期に備えませんか。どうぞ。はい、聞いてみたいことがあったらコメント欄に書いてくださいね。さて今日はここまでです。次はどんなレシピを紹介しようかなといつも考えるのが楽しみです。続きを見たかったらチャンネル登録ぜひよろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。